はい、どうもユリです。今回も終わりの鐘が鳴る前にプレイしていくんですけども、ちょっと最近ですね、私の喉の調子が、あまり良くなくてですね、ただ風邪とかではないんですよ。風邪とかではなくて、いろんな動画でちょっと、最近立て続けにね、動画が続いていますので、喋りすぎてるっていうのがね、ちょっと原因なんですけども、私はね、もう前々からお伝えしてるんですけど、本当にコミュ障なので、そう、普段はね、本当に全く喋らない、ので、そう、なので、ちょっと喉の方がね、やられていますので、もしかしたら聞き取りづらい部分とかもあったりするかもしれないんですけども、そこは本当に申し訳ないです。はい。ということで、続きからやっていくんですけども、前回が菅野さんの恋愛相談ですかね、を受けた後で、で、帰ってきて、菅野さんとメールのやり取りをしていたところですね。はい。ということで、見ていきます。はい。今日相談するのを忘れていたことがあるんだ。で、菅野さんですね。どうしたんだ？おお、早い。真帆の誕生日プレゼントを一緒に選んでほしい。はい。お、いいぞ。はい。ありがとう。どこで買うんだ？そうだな、ビヨンで考えていた。ここら辺だとそうなるんだ。時間もないし、みんなそういう発想になるわな。昼1時に駅前でどうだ？はい。OK ということで。とりあえずこれで強い味方を得た。しかし全くノープランなんだよな。ファンのは以前話した時に何か聞いてないかな。気づけば元の気配が消えていた。はい。性格が悪いのか、おせっかいなやつなのかわからない。今回は自称死神に感謝だな。ということで、はい。菅野さん手伝ってくれてますね。11月12日ですね。はい。過ごしやすい気候になってきたと思う。しかし、少しすると冬になってしまう。最近の秋は短すぎないか？待ち合わせの時間までもう少し時間があるな。そう考えているとバス停から来る、待ち人の姿があった。伊佐野さんじゃないの、この場所。あ、違うか。お待たせ。普通に菅野さんですね。はい。おお。どうした？菅野もすっかり冬っぽい格好になってきたなと思って。はい、そうですね。冬服です。はい。何度か見た格好なのに驚いて変な受け答えをしてしまった。二人で出かけることに不思議と意識して、しているのかもしれないかな。はい。しかし、ひらかたちと遊びに行った時も思ったが、男っぽいと言われながらも結構服装とかは気を使っている気がする。はい。もうちょっと肌寒くなってきたしな。防御力高そうだな。もっと他の言い方があるだろう。はい。そうだな。これは少し考えていってみるか。しかし、普通に伝えても面白くない。選択肢ですかね、これ。あ、来ましたね。はい。都会の喧騒に、まみれた白雪姫。はい。ラストダンジョンで入手できそう。防御力が高いって言ってましたもんね。はい。ナウなヤングにバカウケ。今の若者に、ウケるってことかな。はい。どうしましょうか。ラストダン 怒られそうだけど。ナウなヤングにバカウケにしましょうか、これは。はい。ナウなヤングにバカげだな。もう絶対バカにしているよな。もっとダメだったかもしれない、これ。はい。大丈夫か？そんな棒読みで笑われても。はい。失敗したな。しかし、ちゃんと褒めた言葉でも伝えよう。ここは直球で伝えた方がいいな。まあ、なんだ。似合ってると思うよ。そうか。ありがとう。なんか照れくさくて恥ずかしいな。ALJ に行った時も同じことをした気がする。二人で何やっているの？なんでいるの？ え？何してる？戸松さん。はい。突然戸松が湧き出てきた。かすみ！お前どうしてここに？どうしてって、進むと真帆ちゃんの誕生日プレゼントを買おうかって話していたんだけど、あれれ？二人はもしかして？ちょうどかぶったのか、これ。お前何か勘違いしていないか？
俺らも同じくプレゼントを買いに行く予定だったんだ。あ、そうなんだ。うん。しかし厄介なやつに見つかってしまったものだ。駅前はトマツ日高のエンカウント率が高い場所だということをすっかり忘れていた。もうすぐ進むも来るし、4人で行く？はい。いや、邪魔しちゃ悪いし、この状況を日高に見られたらまたいじられそうだしな。とりあえず俺らはもう行くよ。何か怪しいな。はい。後ろめたいことはないのにお前らが詮索してくるからだろう。いや、何かあるね。はい、どういうことだ。いつもなら僕か進に連絡するはず。それを他の人間で、しかも真帆ちゃんと知り合って間もないユキノをチョイスしているのには理由があるに違いない。それにさっきの様子が。はい。深い考えがあったわけではないが、そこまで指摘されると言い返しにくい。ん？うん。カンノも何も言ってくれない。なんで？修学旅行の買い物に行くんだよ。お前らはもう二人でもう行ったんだろう？そっか、なるほど。うん。うん。お前はそうだっけみたいな顔をしないでほしい。そういやカンノは顔で物事を語ってしまうタイプだった。あれれ？ユキノはそんなつもりなかったみたいだけど。はい。それは誕生日プレゼント以外はカンノにはまだ伝えてなかっただけだ。言い訳に聞こえてしまうが事実なんだから仕方がない。しかし時間が経てば経つほどに墓穴を掘って誤解が深まってしまいそうだ。うん。もう行くよ、カンノ行くぞ。はい、逃げるように行きましたね。うん。俺はカンノの手を引っ張って走り出していた。いやー、まさかここであるとは。はい。歩く覚醒器の声などに耳を貸す必要がないと俺はひたすら目的地を目指した。はい。走るとすぐ着く距離だったが、誰かの手を引きながら走ると普段より辛く感じるものだな。うん。はい。はあはあはあ。二人揃って肩で息をしている。うん。しかしおかげで、トマツは振り切ったようだ。まあもともと追いかけられているわけではないが。うん。急にカンノが笑い出した。どうした？急に。いや、長谷部が霞に本当のこと話しているのに、なんでか勘違いされて、しかもいきなり走り出して逃亡って、めちゃくちゃだなって思ったら笑えてきて。はい。そんなにめちゃくちゃだったかな。確かに結局トマツへの誤解は解けていないし、あいつらもここに来る可能性が高い。何も解決してないけど、とりあえず逃げたみたいな形になっている。まあな。破天荒な行動を改めて他人に指摘されると恥ずかしいものだ。うん。ビオンに来たけど、どこから回る？そうだな、魔法の欲しそうなものがちょっとイメージできていないんだ。はい。ノープランかよ。日高くんの時と一緒ですね、これは。はい。いや、カンノは何か考えていたのか？私はその場で考えようと思って。はい。一緒じゃないか。長谷部は兄弟なんだから、何かヒントとかないのか？そうだな、魔法が好きなものか。はい。恋愛アニメとか好きだった記憶があるな。うん。恋愛アニメか。どういうのだ？確か電気の子とか友達と映画館に見に行ったと言っていたのを覚えている。あ、まあ確かに、あ、恋愛アニメといえば恋愛アニメかな。はい。どんな映画なんだ？確か電気を、あれ？話はだいぶ違うな、これ。電気を操る女の子が自分のクローンが大量に殺されているのをやめようとするのを、止めようとかな。はい。主人公の男子高校生が助けるって話だったと思う。うん。クローンが大量にどんな話これ？恋愛なのか。はい。恋愛じゃないでしょ、これは。ネットの宣伝でも最上級レベルの電撃姫の少女が少年と出会うだったから。はい。
それ SF バトルものだろうきっと、うん、なかなかわからないものだが、確かに予告では二人の絡みが多かったような。とりあえずその映画を渡ってみるか。それっていつ見に行ったんだ？先月だ。それはさすがに DVD とかブルーレイにはなっていないだろうな。そりゃそうだ。他にはないのか？そうだな。昔は料理の本とかいろいろ思いついたんだけどな。そういや毎年真帆とトマツの誕生日が同じで大変だったのを思い出した。先日も同じようなことで悩んでいた気がする。そういや先月家に行った時に真帆ちゃんが言っていたんだけど、コスメとかどうかな。コスメ？はい。真帆からは想像もつかない単語が出てきた。私の使っているものやシュシュとか話してきたから聞いたんだけど、真帆ちゃんも高校生になるから少しおしゃれしたいみたいなんだ。そうなのか。あの真帆が。ダメだ、全く想像がつかない。むしろ漫画とか、肉とか小学生が好きな好きそうなものばかりリンクすると、うん。長谷部が思っているよりずっと真帆ちゃんは女の子になろうとしているんだよ。はい。ピンとこないな。でも自分の妹が可愛くなったら嬉しくないか？嬉しいけど嬉しくない。なんで？可愛い妹を見るのは俺だけでいい。他のやつが言い寄ってきたら、俺は全員の目を潰さないといかん。長谷部、お前病気だな。はい。とんでもないシスコンですよ、俺は。しかし、大体案もないので、菅野の意見を参考にして買うことにした。はい。コスメかな、じゃあ。俺はコスメセットを買って、菅野は髪飾りを買っていた。店を探すついでに修学旅行で必要な買い物も済ませてしまった。うん。そうそうそう。これで今日の目的は終わったな。はい。そうだな。一緒に買い物して意外だった点があった。どうした？なんでしょう。いや、菅野って意外と可愛いもの好きだよな。前から思っていたが、いろいろと小物とか女子高生らしいものが多い。王子とか呼ばれているから、どちらかというと男らしいものが好きなのかと思っていたが。そんなに意外か？はい。いや、学校じゃわからないなって思っただけだ。私が可愛い格好をして可愛い振る舞いをしたら、長谷部も虜になってしまうかもしれないな。はい。ああ、気味が悪くて近寄らなくなると思う。あとそれはもう感度ですらないと思う。グフェはい。最後のうを言い終えたと、同時に溝落ちに強い衝撃が走る。疾風のような動きを見せた菅野の右ボディブローが、俺の腹部をえぐっていた。それの目は獣を軽く、ジャッカルそのものだった。はい。長谷部くん、何をそんなところでうずくまっているのかな？怖いな、ちょっと。はい。お前が今。長谷部くんが急にお腹を抱えてうずくまっただけだよ。はい。いや、相当怒ってますよ、これは。こいつを怒らすとすぐ暴力を振るってくる。暴力良くない、かっこ悪い。それだよ、お前の可愛い振る舞いは、どこかベクトルがずれているんだよ。ほほう、長谷部は私の精一杯の可愛さアピールを君が悪いと言うんだな。よろしい、ならばクリークだ。はい。お前はちょっと勘違いしているんだよ。別に今のままでいいって言ってるんだ。はい。そのままの性格で可愛い格好をしているので十分魅力的だって話だよ。うん。長谷部がさっき意外って。意外なのは思考の話で、別に似合わないとは言っていない。今さっき魅力的とか。今さらっとすごいことを言ってしまった気がする。ここで今さら言っていることを変えるのも変だしな。魅力的だと思うよ。実際菅野は女の子らしいところがあるからな。ありがとう。はい。なんだなんだこの空気は。俺はなんか変なことを言ってしまったか。うん。
え、カンノが急におとなしくなったぞ。わい。あれ？ねえ、あなたたち。え？なんでいる？さっきから。カンノさんの母親ですね。わ、はい。母さん？え、急にカンノの母親が出現した。今日は声をかけるときに驚かさないといけないルールでもあるのだろうか。二人はショッピングモールのど真ん中で青春ラブコメしているの？青春ラブコメ、はい。え、そんなことはしていません。母さん違うんだ。そうよね、ユキノと彼がそんな関係なわけないわよね。はい、よかった。他の奴らと違って理解ありそうなお母さんで。2回もユキノを傷つけたゲスにまさか引っかかるわけないわよね。いや、そういう意味だったんですね。すごい言いようだなこれ。いや、違う方向で誤解なされているみたいだった。長谷部は悪い奴じゃないんだ。ユキノ、 DV 彼氏の被害者っていうのは自責の念につけ込まれていくものなのよ。はい、いつの間にか俺は DV 彼氏になっていた。これは危ないな、俺の命が。確かに長谷部とは喧嘩したり誤解があったりしたけど、私も悪いところもあったからお互い様というか。はい。ねえ長谷部くん。はい、長谷部くんはユキノを泣かせてボロ雑巾みたいに捨てるクズ野郎じゃないのよね。ここで変に言い訳してもややこしくなるだけだ。真実をしっかり伝えていくべきだ。もちろんです。捨てるどころか俺の全身全霊をもって、ユキノさんを幸せにしてみせます。はい。現状を細かく伝えることができないが、俺の真剣な気持ちを伝えてみた。これはこれでどうなんだろう。よろしい、その言葉に二言はないわよね。はい、もちろんです。あ、ちょっと待て。何ユキノ、長谷部は彼氏じゃないんだ。あら、どういうこと長谷部くん。ここも同じだな。彼氏ではありません。しかし俺の気持ちは本物で嘘偽りはありません。まあそうね、彼氏彼女の形が全てではないし、それぞれのペースがあるものね。はい、ご理解いただけたのであれば。それなら今回は多めに見てあげるわ。でも今後は気をつけなさいよ。は、神に誓って。お前らいい加減にしろ。はい。いや、何なんだこれは。その後カンノがブチ入れて俺がすごく怒られた。そりゃそうですよ。今までの経緯をカンノが時間をかけて母親に説明してくれたおかげで、カンノの母親もすっかり理解していただけたみたいだ。はい。しかし俺の対応にカンノはとてもご立腹だった。カンノは母親と買い物をして帰ることになって現地解散となったのだが、去り際にカンノから、今日の対応について後日しっかり説明してもらうからな、覚えていろよ。恐ろしいなと恐ろしく低い声で耳打ちされた。カンノの母親に殺されずに済んだが、カンノ自身に殺されるかもしれない。その後でカンノの母親からも、次ユキノを泣かせたら青穂の海に沈んでダイオウクソクムシと友達にしてあげるから覚えていなさい。やばいな。カンノさんの母親怖すぎないですか、ちょっと。と耳打ちされた。やはりカンノの母親にも殺されるかもしれない。今日は命の危機を体験できた気がする。しかしカンノ親子はよく似ている。カンノが家族の話をしていたのを思い出した。彼女は周囲が言うよりも幸せだと、それを目の前に実感させられた気分だ。結局カンノの母親と別れた後は少しカンノとお茶をして解散になった。
誰からだ？今日は密会でどう見てしまった。はい。あいつは、しかし誤解を解かないままで逃げてしまったのも事実だからな。うん。トマスの追求が面倒だから逃げただけだ。いや、信じないでしょ、これは。わかっているよ。あ、本当ですか？何が？リョウが友を簡単に忘れて次に行ける性格じゃないってこと。ああ。こいつは本当に意地が悪い。全部わかっていてあんなことを言ったんだ。リョウが次に行ける相手はきっと、リョウの過去も受け入れてくれるような相手だと思うな。はい。それはリョウが一番わかっていると思うけど。友とのことを理解して一緒にいれる相手ってこと？え？いるの？そんな相手。それもあるけど。リョウが全部を話せる相手でないといけないかなって思う。全部？うん。話せる相手か。そんな相手いるのかよ。はい。当分無理だろうな。わかっているよ。でも、ユキノはいい線いってると思うんだけどな。こいつも何を言っているのか。うん。俺に恋愛を推奨してくるやつが多いな。今の俺は違うことで頭がいっぱいだ。だろうね。はい。トマツは誤解しているふりをしていたみたいだ。そりゃそうだ。トマトのことを知っているトマツや日高が俺と他の誰かが付き合うことを黙って見ているとは思わない。うん。そんなことをすれば俺が守ろうとしている約束を破ることを二人は知っているからだ。本当に最近恋愛話が多いな。はい。11月13日ですね。うん。ケーキ映ってますね。さあ。パーティーですよ。夕方からパーティーだというのに、2名ほど数時間前には家に来て盛り上がっている。今朝、菅野から結城が、体調不良。結城が体調不良で来られなくなったと聞いた。はい。菅野は結城の様子を見てから来るらしい。大丈夫かな？というわけで、その二人とは、日高と戸松のことである。うん、まあ、そうですよね。おばさん、料理は僕が作ろうか？はい。そうね。じゃあ手伝ってくれるかしら。とりあえず野菜を切っていくよ。トマツは料理を母さんと作り出したし。真帆ちゃん、パーティー始まるまで俺とゲームでもしない？いいよ。でも手加減してね。もちろん。良平と違って大人げないことはしないよ。やったおい、お前ら本人を目の前にしてすごく失礼なやり取りをしているだろう。日高は真帆を、接待し始めた。このパーティーの、主催者である俺は、特に何もすることがないのでフラフラしていた、うん、改めてこうやって集まる日を作ると大家族が集まるみたいで楽しいな。りょう、暇なら買い物行ってよ。はい、雑用ですね。特にやることもないのでここは役割を与えてもらった方が楽だ。駅にバスでユキノが着く頃だから合流して飲み物を買ってきて。はい。わかった。買うものはユキノにメッセージ送ってあるから。俺に言えばいいだろう。もともとユキノに買ってきてもらう予定だったんだよ。重い荷物を女の子一人に運ばせるつもりなの？わかったよ。はい、駅前。そもそも俺を行かせる予定だったんじゃないか。なんかトマツに、上手に誘導されている気もする、うん、俺は追い出されるように家から出て駅前に向かう。はい。お、ちょうど俺を追い越したバスが見知った顔を駅前で降ろす、タイミングだった。おっす。はい。おお、一人か。ああ、トマツも日高も他の準備をしてくれているよ。そうか、長谷部は邪魔者扱いされて買い出し犯にされたんだな。はい、な。悔しいのでなんでわかるんだというのを言いかけてやめた。昨日は母さんがごめんな。はい。何が？変な誤解ばかりしてて。
まあ母親って生き物はどこもそうだろう。そう言ってもらえると助かるよ。とりあえずどこに買いに行くんだ？コンビニでいいんじゃないか？そうだな、駅前は小さな売店しかないからな。俺らは駅に近いコンビニに向かうことにした。うん。しかし田舎というものはコンビニまで結構歩くのだ。先ほど駅に近いと表現したが徒歩10分を歩く。ところで長谷部は修学旅行の準備は終わったのか？はい。いや、今晩にしようかと思っていた。今日はパーティーでクタクタになってしまうんじゃないか？そこまで遅い時間にはならないだろう。私は昨日の晩には完了済みだ。はあ。遠足前の子供か、楽しみにしすぎだろう。今、遠足前の子供みたいって思っただろう。勘がいいな。最近、長谷部の思っていることが顔から分かってきた。じゃあ今の俺は？うわあ、クラスメイトの美少女が俺の心を読めるなんて恥ずかしいだろう？いや、ハズレ。はい。じゃあなんだよ。コンビニで発売している、チーズどら焼き風台湾カステラを食べたいなって思ったんだ。いや、これはわからないでしょ、さすがに。わかるか！てか、その商品のが気になるわ。はい、俺の心を読もうなんて10億年早いが。長谷部ってたまにバカなことを言うよな。そうだな、それは自覚しているよ。うん。おい、なんてない会話だった。相変わらずカンノと二人でこうやってバカ言わぬが続けばいいなって思っている自分がいた。俺らはそのままコンビニで飲み物とスナック菓子を少し買って家に戻った。ゆうきさん大丈夫だったんですかね？はい。様子聞かなかったけど。しかし今日来る人数分買うとそれなりの量になるんだな。二人で持っていても、二人とも両手が必要なぐらいだった。戻ると俺ら以外が揃っていた。長谷部くん、上がらせてもらっていたわ。はい。こんにちは、長谷部さん、雪乃さん。こんにちは。うん。つぐみちゃん、こんにちは。相変わらず元気なつぐみちゃんは、日高と真帆と混ざってゲームをしていた。平野は珍しく机に座って、つぐみちゃんたちの様子を見ていた。こういう時真っ先に手伝うタイプだと思っていた。霞が座っていろってうるさいから楽させてもらっているわ。はい。お前、俺が考えていることを当てるな。それより長谷部くんは雪乃と買いらしい。まあ飲み物とかだな。うん。それでなんで雪乃まで荷物を持っているの？いや、二人で持った方が。あなたが全部持つべきじゃないね、ハコベルくん。はい。前にも、似たネタを使ったからな。しかもそんな物流サービスみたいな名前してねえよ。はい、運べるくん。それに一人で運ぶ量じゃないだろう。口を使うか、あなたが2往復すれば済む話じゃない。こいつ鬼か、2往復って。そろそろ料理もできるから二人とも運んでくれるかしら。はい。はい。平野はすぐ立ち上がり、母さんたちを手伝い始めた。こういう時の機動力はさすがと言いたくなる。ほら、りょうもぼーっとしてないで手伝う。はいはい。うん。さあ、普段 3,4 人しかいない空間にここまで多くの人が集まったのは初めてじゃないか。俺が食器を並べている間に、日高たちもゲームを終えて飲み物とかの準備を始めていた。うん。これだけ人数がいると準備もあっという間だった。リビングの机だけでは足りないので、テレビの前の机まで使って大規模なパーティーが始まる。はい。まほちゃん、誕生日おめでとう。いや、すごいな。みんな揃ってますね。はい、誕生日おめでとうと。ありがとう。マホはたくさんの人に囲まれてまんざらでもない様子だ。それぞれからプレゼントが渡され始める。はい、マホ。ありがとう、お母さん。これ欲しかったワンピース。母さんは服か。
これは俺にはなかなか選べない代物だ。さすが母さんだ。じゃあ僕と進むからは。はい、何にしたんですかね。ありがとうございます。これって前に真帆ちゃんが欲しいって言ってたよね。欲しい、うん、小さな置物のようだ。スタジオジブリの名作天空の城ラピスラズリに出てくる巨神兵のブックスタンドだ。ラピスラズリ、はい、天空の城は一緒ですねこれ、うん、真帆のテンションが最上級になる、はい、しかしそれはブックスタンドだったんだ。ロボットフィギュアにしか見えない。戸松と日高は真帆の壺をよく分かっている。俺にはそれが欲しいなんて知らなかった。次は私たちからね。でもごめんなさい、私たちは真帆さんの趣味とか知らなかったから気に入りそうなものを考えたのだけど。はい、開けてみて。ありがとうございます。何でしょうか。なんだ、真帆が驚いているみたいだけど。うちの店で使っている紅茶を入れる時のティーポットとストレーナーとティーコジーよ。あー、なるほど。つぐみはお手紙書いたよ。お手紙、はい。可愛いメッセージカード付きのティーセットだと。いいですね。これって高いものじゃ。はい、 いえ、うちで使っているようなものなのでそこまで高くはないわ。でも値段の割にすごく使いやすくておすすめなの。うん、すごく嬉しいです。あれ、魔法ってそんなに紅茶好きだったっけ。というかこの展開で俺のプレゼントは大丈夫か。はい、俺からだよ。 ありがとう、うん、これって魔法がすごく意外そうな顔をする。なんだよ。これをお兄ちゃんが選んだの？はい、そうだよ。お前ももう高校生になるしな。うん、まあ、菅野さんとそうアドバイスもらってですけどね。なんだかんだ嬉しそうだ。でもこれってお兄ちゃん一人で選んでないでしょ。う、鋭い。さすがにわかりますか。私が助言したんだ、うん、やっぱり。でもコスメセットを選んだのは長谷部だぞ。へえ。菅野がほとんど選んだのに俺に花を持たせてくれるとは、ナイスアシストだ。最後に私からだ。はい、ありがとうございます。わあ、かわいい。花のポイントの入った和柄のカチューシャだった。うん、真帆ちゃんも高校生になるから少し大人っぽいけど可愛さもある髪飾りにしたよ。そうですか、ありがとうございます。何か知らんが、うちの妹が憧れのイケメン先輩に優しくささやかれる女子みたいになっている。長谷部のコスメセットにも合うし高校生らしいのにしてみたよ。うん、菅野のこういう時の気遣いは高校生離れしていると思う。あとこうやって王子と呼ばれていく過程を見ている気がした。はい、真帆ちゃんももうすぐ高校生か。日高さん、ちょっとおじさんっぽいですよ。俺は小さい頃から知っているから俺も時間の流れを感じさせられちゃうよ。日高さんも初めて会った時よりずっと大人っぽくなりましたよ。この二人のやりとりとか新鮮だな。このドレッシング、はい、さすが、かすみちゃんはわかるか。これは久本家のごまドレッシング。ええ、この前通販で買ったの。年間生産数が決まっているのに手に入ったんですか。詳しいな、ドレッシングについて。うん、ここのやりとりではいつも通りだな。うん、つぐみちゃんは手伝うの慣れているね。そうですね、私はいつも家で教えてもらっています。はい、へえ。お母さんもお父さんもお姉ちゃんも忙しい時は私が夕飯を作る日もあります。この前はアクアパッツを作りました。
いやすごいな、この年でつぐみちゃん、はい、へえ。ケーキとかクッキーとかお菓子を作るのも大好きです。この前はカヌレを作りました。はい、へえやばいな、菅野さんが、はい、菅野が小学生の、料理力がすごすぎて顔が引きつっている。つぐみちゃんが特殊なだけだと思うけど、いや特殊すぎるでしょこれは、はい。しかしつぐみちゃんは手伝い慣れているのを改めて思い知らされた。あれはお手伝いの域を超えている。何一人でみんなをじろじろ見ているの、そういや隣の席が、この毒舌女王だった。別に俺は普段話さない組み合わせを楽しんでいるだけだよ。そう、てっきり女性が多いから性欲のはけ口にしようと脳内で楽しんでいるのかと思ったわ俺は士官馬か。相変わらず面白いですね平野さん、うん、そうね。で肯定しやがった、はい。でも意外だったわ。何が？長谷部君って確かにシスコンだけど、こういうことを企画するタイプとは思ってなかったもの。うん、そうかもな。夏休みまでの俺なら絶対しなかったことだろう、うん、この2ヶ月で確実に変わっているものがある。誰かと接すること、誰かと関わることに抵抗がなくなっている。どういう心境の変化？さあ俺自身が一番驚いているよ、うん、何それ、自分のことなのにわからない、実は第二の人格がとか中二全開なことを口にするつもり？はい、そんなのじゃないよじゃあまだ自分が自分の変化に気づいていないっていうか、説明できるほど俺はまだ自分の本音が分かってないらしい。あら、やっぱり中二病じゃない。はい、どこが？それに気づかないところもよ、優しい中二病でいいじゃない。何優しい中二病って褒めてるつもりかよ、うん、平野は微笑んでいるが、俺は褒められているのかバカにされているのかわからなかった、しかし彼女がバカにしているときはもっと冷たい表情をしているので、今は褒められていると思っておこう、うん、ん？あれ、気づくとトマツとカンノがいない。母さんとつぐみちゃんが話していた。二人でどこかに行ったのか。どうかしたの？え、気にする必要ない。気にする、何かあったんじゃないのこれ。選択肢出てくるってことは、いや気にするでしょう、うん、どうしたんでしょうか。え、気になる。いや、トマツとカンノがいないから。お手洗いとかじゃないの？はい、二人でか。女の子には女の子の都合があるの。なんじゃそりゃ。長谷部君はまだまだね。はい、それだけ？なんかよくわからないが、トマツが一緒なら変なところに入ることもないだろう。でも長谷部君の家はアットホームな感じがいいわね。自分ではわからないよ。でもそろそろシスコンは卒業したら？はい、まあまだ真帆も小さいしな、親離れってのが先に来そうだよ。本当？りょうくん、やっぱなんかあったよね。母さん、なぜか母さんが俺を見てプルプル震えている。親離れって反抗期で母さんのこと嫌いになったってことなの？あ、そっちか菅野さんとトマツさんの話かと思った。はい、どうも親離れって単語に過剰反応してしまったらしい。それはさすがに高校生になって親大好きっていうのも。不良になっちゃった。長谷部くん、ひどいわね長谷部さん、お母さんのことが嫌いなんですか？いやいや、この話広がるのなんでこの姉妹は結託して俺を責めてくるんだ。そうは言っていない。じゃあお母さんラブなのね？それも違う。母の顔が絶望に染まる。いやいやいや、普通に高校生男子が母さんラブとか言っていたら割と狂気だろう。そうですよ長谷部さん、それは偏見かと。
全国のマザコンの皆さんに謝りなさい。今日の二人のコンビネーションがぴったりだね。しかもつぐみちゃんはなんで俺をそんなに責めてくるの？ここは、耐える、逃げる。いや、逃げましょう、ここは。逃げます。はい、逃げる。はい、こういう時の母さんは悪ノリが過ぎる。うん、一旦俺は自室に逃げ込むことにした。そこには今さっきいなかった人物が立っていた。あ、ふまつさんとかんのさんかな。はい。お前らここで何をやってるんだ。いや、これは、エロいものを探していて。こいつらは。うん、トマツは知ってると思うが、どれだけ探しても出てこないぞ。ただトマツでも人の部屋に勝手に入るのは良くないと思うけどな。ごめん。はい、俺らの関係から勝手に入ることに抵抗があるわけではない。ただ俺らの間にも礼儀ありというくらいの境界線はあった。すまん。カンノが謝る。どうせ俺の部屋で変なものをあさろうとして、いたのだろうと。お宝は見つかったか。寮に1年前に貸したはずのラノベが出てきた。はい。ああ、俺が異世界に転生したつもりが石器時代で物語は何も始まらなかったんだな。はい、トマツのだっけ。石器時代ってひどいな。はい、お前も俺が貸したゲームまだ返してないだろ。そうだっけ。こいつは都合が悪くなるとすぐ逃げようとする。一応プライベートもあるから、カンノも、入るときは一声かけてくれると。ああ、うん、本当にごめん。カンノが珍しく、辛い顔をして謝る。そこまで強く言ったつもりはなかったのだが。いや、こいつらなんか頻繁に勝手に入ってくるから別にそんな怒ってないよ。それでもごめん。なぜか様子がおかしかった。まるで不都合なものを見てしまったような。しかし俺の見られてやばいものは全てパソコンの中のはず。おい、三人とも。はい、日高。振り返ると日高が呼びに来ているようだった、うん、そろそろお開きにしようかって。はい。ああ。気づくともうすっかりいい時間だ。小学生のつぐみちゃんもいるし、明日は学校もある。すぐ降りるよ。日高に連れられるように俺らはリビングに戻った。リビングでは、片付け始めているかな。はい、母さんと平野と遊び始めている真帆とつぐみちゃんが楽しそうにしていた。すっかり主役を置き去りにしてしまったな。うん、賑やかな時間はあっという間だった。カンノを送っている間に、平野とつぐみちゃんは親御さんが迎えに来て車で帰っていた。家にはいつものメンバーが残った。うん、お前らは帰らないのか。お腹いっぱいで今日は泊まろうかな。本当自由ですね。家も近いでしょ。でも最後のケーキが大きかった、うん、はい。リビングで大の字で寝ている高校生カップルがいた。そういや、お兄ちゃんは明後日から修学旅行でしょ。あれ、もうそんなすぐなの。準備してる場面とかほぼ一切出てきてないですけど。はい、大丈夫なんですかね、これ。ああ。私は次の日に出発だけど、早く買うかもしれないから、お土産が被らないようにしないと。うん。確かに。大量の八つ橋があっても困りそうだしな。なになに？真帆ちゃんも京都なの？うん。はい。向こうで会えるかもね。京都といっても広いだろう。修学旅行先で家族と一緒なんてごめんだ。しかも妹とかいきなり現実に戻されるようだ。お土産か。はい。母さんはこういうこともあろうかとリストアップしてあるわ。
何かメモを渡されて、真帆と二人で読む。何何？お母さん&お父さんの京都土産希望ベスト3？ ええ。はあ。この漁師は何をやってるんだ。母さんもたまにはこういうのやってみたかったの。うん、わかったよ。何でしょうか今、兄弟で反応がシンクロした。それではまずは第3位。あ、こんな感じで発表するんですね。はい、3位。京都の定番生八つ橋。あ、八つ橋なんだ3位は。うん。お父さんは黒糖で、お母さんはスタンダードなのが食べたいわ。うん。まあ妥当だな。しかしなんでランキング形式なんだろう。はい。で第2位ですかね。続いて第2位。うん。和食器家族分。和食器？ 4 人で使える和食器ね。はい。橋とかになるのかな。あーでも京都だったらそうか。しかしちょっと持って帰るのが大変そうだな。うん。あと京都って焼き物だっけな。1位何？そして待望の第1位。はい。お父さんとお母さんのペアセンス。センス。この場合どちらかがどちらかのを買うのよ。うん。こういう場合子供たちの思い出話とかじゃないのかよ。ノンノン、りょうくんたちの思い出話は物質ではないので土産カウントしません。はい。急に現実的になりやがった。いや、土産話っていうし、うん、はあ、これって向こうで二人でお母さんとお父さんのお兄ちゃんと一緒に選べってことでしょ。なそこは任せるわ。第2位にしよう。お兄ちゃん諦めよう。第3位は大量の食べ物、第2位は荷物になって持って帰りにくい。はい、初めから1位に誘導されている。なるほど母さん、うん、あとは2人で相談してね。そう言って母さんは2階の自室に消えていった。どうしよう。どうしようって言ってもな、まあ近くにいる時に連絡を取り合って一緒に決めればいいだろう。じゃあお店はなんとなく探しておくね。はい。まあ頼む。京都って言ってもそんな近いの場所。はい、行くとこ。相変わらずうちの両親は、子供で楽しむのがプロ級だと思う。でもこの両親だからこそ家にいることが楽しいと感じれるのではないかと、最近は思うようになってきた。しかし寝てますね戸松さん。こいつ完全に寝ているな。はい、ひらくんもこっちも激鎮か。放っておいて寝るか。勝手に起きて勝手に帰るだろう。はい。11月14日ですね。うん。豊崎水産って書いてありましたね、今。次の日起きるとリビングには屍は転がってなかった。はい。本当に勝手に起きて勝手に帰ったのだろう。本当にあの二人は自由ですね。はい。お、誰からでしょう。お、久しぶりだ、豊崎さん。はい、おはようございます。珍しく豊崎さんからだ。うん、どうしたんですかね。おはよう。今日昼休み生徒会室で、一緒にランチしませんか。はい。何でしょうか。何かお話でもあるんですかね。いいよ。うん。面白いですね。え？何が？長谷部先輩は可愛いスタンプを使っているのとか全然似合わなくて。確かに。これはあんまり合わないと思ってましたよ。うん。ほっとけ。はい。しかし本当に何の用事だろう。まさか本当に告白。いやー、それないでしょう。さすがに。俺はそのままドキドキしながら学校に行った。
昨日のことを全く触れない戸松や日高も気にできず、俺は昼休みを待ち望んだ。はい。良平、昼は購買に行くか？購買？俺は弁当だ。おう。どうした？テンションがバグっているぞ。本当に告白だと思い込んでるんですかね、これ。そんなことはない。あと日高。なんだ？今日は昼は生徒会の約束があるのでそっちに行くよ。ああ、そうなんだ。はい。すまないな。本当に大丈夫？日高にすごく心配された。はい。ちょっと困った。本当に告白とかだったら俺はどう返事をするべきなんだ。恋愛についての向き合い方を俺は未だ答えが出ていない。そんなことを考えていたら生徒会室に着いてしまった。待たせるわけにはいかないので入ることにする。はい、失礼します。うわぁ、長谷部先輩っすか。大きな声でびっくりしたっすよ。ごめんね。長谷部先輩。なんだね豊崎さん。テンションバグってますね。言い方がやばい。うるさいっす。はい。あ、はい。あとドアの鍵は閉めてください。はい。で、人に聞かれちゃまずいでしょ。やばい、これでまた勘違いしそうだな。え、マジで？いや、冗談抜きでそうなのか。俺ちょっと心の準備がというか、本当に恋愛に向き合うかも考えたことなかったのに、どう彼女に説明するべきか。はい、閉めてください。はい、鍵をかける。で、先輩に今日は話があります。はい、話。いや、でも俺にはまだ。グダグダ言ってないで、菅野先輩を幸せにする方法を聞き出せたんですか？はい。菅野？はて、何の話だ？先輩、すっかり忘れていましたね。何の話って、まさか。この前、覚えてないっすか？はい、話しましたよね。そういえば。一度、菅野先輩とゆっくり話してみたらいいんじゃないっすか？やばい、完全に忘れていた。本当に先輩は生き返る気あるんすか？死神と同じこと言ってる。はい、私も同意だ。いや、いるの？うわ、お前もいたのか。この娘には見えているんだ、隠れても意味ないだろ。はい、確かにそうだけど、学校に元がいるのが違和感が強いんだけど、豊崎さんには見えているからいいけど。それで何か分かりました？ああ、実は俺は菅野と話したことを一通り話した。菅野の家族のことや誰かのプライベートに関わる部分は省いたと。ということだ。はい。先輩。え、なんだ？あ、いや、なんでもないっす。何か言いたげですね。で、俺は菅野にふさわしい相手を探さないといけないんだ。あ、そういう発想になるんすね。え、どういうことだ？いや、先輩らしいというか、これは第三者が口を挟むことじゃないっすね。はい。豊崎さんは自分で勝手に納得してしまった。彼女なりに思うことがあったのだろうか。私は男友達は少ないっすよ。それに今から1ヶ月近くでそんな親密な関係になるなんて、奇跡でも起きないと無理じゃないっすか。まあ普通はそうですよね。まあそうだな。もうそうなっている人が近くにいるんですけどね。え？何か言ったか？いえ、なんでもないっす。そうなってる人？豊崎さん？え？豊崎さんがさっきからいろいろはぐらかしている。しかし彼女がメリットのあることを隠すとは思えない。修学旅行というイベントでそこら辺のつながりはできないのか？はい。そうっすよね。修学旅行ってカップルができやすいイベントっすもんね。もうそこで何とかするしかないですよね。期間がないんで。え、そうなのか。修学旅行って友達でワイワイやるイベントだと思っていた。まあそれも一つですよね。そんなカップルに発展するイベントなんかあったかな。確か京都には縁結びの神社とかあった気がします。ああ、縁結びの神社。そこで誰かと親密にさせればいいだろう。なるほど。
お前らいろいろ進めてくれているが、その相手はいないんだが。それは君が考えろ。肝心なところが、はい。そうっすね。先輩が考えるべきです。なんか組み合わせいいな。お前ら前回と違って仲いいな。いろいろ議論するが、菅野がそもそも特定の男子生徒と仲がいいわけでもないので、選択肢が少ないのが問題であった。はい。結城に聞くのも難しいしな。そうですよ、あれからどうなったんですかね、結城さん。体調悪いって来れなかった時から。うん、でも、この短期間で答えにたどり着けたのはさすがっす。はい。あ、ありがとう。修学旅行の間に菅野先輩のそういう相手を探りながら、私へのお土産も買ってきてくれると嬉しいっす。やざしとかでいいか、自慢話でいいのなら。自慢話で、はい、行きましょう。俺の土産話っていうありがたい先輩の自慢話でいいのなら、うん、先輩、真面目に考えてもらえますか。はい。いや、普通後輩に土産は、はい、高いものは無理だぞ。ありがとうございます先輩。うん、俺は推しに弱い性格なのかな。探すのであれば君の知り合いはいないのか。日高以外にも知人くらいはいるのだろう。うん、その質問だと俺は日高しか友人がいなくなるからな。はい。日高以外の知り合いか、なんだろう。いや、いないかな。どうしたんすか。はい。いや、なんか変な感覚で抵抗があるというか、なんだろう。いや、菅野ってガサツだしイケメンだろ。そんな菅野を紹介するのってなんか抵抗あるなって思ってさ。はあ。豊崎さん、まあこればっかりは無理に言っても仕方ないんですよね。うん、これ以上は話は進まないだろうな。死神さんはなんで何も言わないんすか。はい。私は常に中立だからだよ。答えを言ってしまっては試練にならないだろう。試練すか。都合のいい言葉っすね。またすごく険悪な空気が流れる。はい。まあまあ修学旅行で頑張るよ。うん。修学旅行にミッションが追加された。はい。ミッションですね。はい。その後は豊崎さんと2年生不在時の生徒会の話を聞かされた。意外と1学年がいなくなってもやることは変わらないらしく、毎年1年生が数名はいるのを今年は豊崎さんだけなので大変らしいと。でも俺は豊崎さんなら問題なくやってくれそうな気がした。うん。とうとう修学旅行当日になる。いやー、なんか修学旅行までは結構早かったですね。11月15日。はい。準備のあれとか一切出てきてなかったけど。今日はとうとう修学旅行当日だ。はい。ということで、まあちょうど時間的にも、ちょうどいいので今回はここまでにしたいと思います。はい、ということで、ようやくあれですね、うん、次に、修学旅行ということで、いや、どうなるんですかね、もう期間がないですからね、主人公、もう一月ぐらいですよね、あと、はい、ここからちょっと菅野さんを、なんとかね、そう、幸せにしないといけないんですけども、まあ、ここからどうなっていくのかね、かなり気になるところなんですけども、ここまでにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、そして X のフォローもしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。